こんにちは、サトチンです。今回紹介するのはこちら、サウンドロックシリーズ食玩ロックシード9です。サウンドロックシード1個入りで全5種類、ワンボックス6箱入りです。1種類は被ってるっていうことですかね。それでは開けていきましょう。オレンジ被らないかな。せーの、ほーい。お、何が被ってる。うわ、まさかのドリアン。それでは開けていきます。オレンジロックシード、カツラバコータ。運動神経抜群で主人公ですね。そして顔も声もイケメン、バナナロックシード、クモンカイト。番組上の性格も最高にいいですね。それでは今回はオレンジロックシードのコータボイスバージョンと、バナナロックシードカイトボイスバージョンを開封して音声確認していきます。今回の食玩はここの部分、フルーツの部分がクリアになってますね。バナナもクリア。おお、デラックス版と比べると、こちらがデラックス版、オレンジの部分が塗装されてます。こっちは完全にクリアですね。シールもキラキラしてます。いやー、音声が楽しみです。それではオレンジの音声確認していきましょう。1個目、2回押してみます。あれ、お前結構いい調子じゃん。貴様も意外と役に立つ。あれ、カイトも出てきた。まさかの会話バージョン、面白い。俺は戦わなきゃならない。もう絶対に負けられないんだ。1回押すとセリフ、2回押すと他のキャラクターとの会話、3回押すセリフ2です。続いてはクモンカイト。このイケメンを開けていきます。バナナロックシード、こちらもデラックス版に比べたらオレンジより見栄えがいいですね。バナナがきらめいてます。新しい食玩だけあって、デラックス版よりいいかもしれませんね。それでは音声確認していきましょう。結局のところバナナなんですよね、バナナ。それでは3音目、俺が本当の強さを見せてやる。オレンジよりちょっとさっぱりしてますね。しかしイケメンボイス。それでは戦国ドライバーにつけていきます。いきます。こんな感じです。新たな戦国ドライバー遊びができますね。これはいい。はい、それではカツラバコータとクモンカイトの音声確認と戦国ドライバー遊びでした。続いては残りの3つを開封して音声確認していきます。それでは皆さん、また会いましょう。さようなら。